おねえニュース速報のジョーカー様よ。今とてつもない視聴回数を叩き出してるコンテンツのブレイキングダウンってご存知かしら。 YouTuber 格闘家朝倉未来考案の1分で結果が決まるという新しい格闘技なんだけど、本編の前のオーディション動画がここ1週間で4本アップロードされたんだけど、短期間でそれぞれ何百万再生されるくらいめちゃ盛り上がってるのよ。しかしその中心人物の一人が内情を暴露しだしたりして、ボスの未来はご立腹だったり、今さらに話題沸騰となっているニュース。ブレイキングダウンを知らない人用にざっくり言っておくと、普通格闘技ってのは3分何ラウンドとかでやったりするんだけど、このブレイキングダウンはわずか1分間で最強を決める最速格闘技の大会。 50m 走を全力疾走するイメージ。 50m ならスタミナもクソもないじゃない。1分間なら勢いと気持ちがあればワンチャンプロにでも勝る瞬間があるんじゃないかってコンセプトでできたのが始まりね。今回で5回目の開催、見どころは何と言ってもオーディション会場の動画ね。下手すりゃ本戦当日より面白いんじゃないかってくらいよ。何が面白いのかというと、書類選考を勝ち抜き会場に面接に来る人らが、これまたやんちゃなキャラクターたちで、激しい煽り合いなどで乱闘になりかけたりなど、昔 TOKIO と竹原氏が中心にやっていたガチンコファイトクラブって番組があって、それをモデルにしてるんではないかという。つまり簡潔に言うとキングオブ茶番というか、エンタメのために必要以上に煽り合ったりしてて、時折不自然な箇所もあるんだけど、決して笑わないで、あくまでガチなんだぞ感の演出が一周回って見てて面白いって感じかしらね。戦う前の選手同士に何かしらの因縁やらストーリーがあった方が間違いなく本戦は盛り上がる。出演者もタレント化していってるし、動画もほんとうまく作られてて、開催されるごとに進化を感じられるコンテンツよ。そんな中、前回のブレイキングダウン4で人気者になった19歳イキリ少年の伊原亮って子が、今回のブレイキングダウン5オーディションの裏側を突然暴露しだして一波乱あったのよ。内容を簡潔に言うと、オーディションに来たやつにデマを吹っかけられた。その相手を問い詰めたら運営に呼ばれてきたと言っていた。話もだいぶ持っていた。同じ時期に人気になったメンバーには構成作家がいて、盛り上げるためにやらせをしている可能性がある。自分にもそのような話が来たけど、大人たちの言いなりにはなりたくなかったから断った。運営はクソだ。正直あの茶番には呆れているけど、ブレイキングダウンは盛り上がってほしいというような内容。これに対して世間の声は、伊原くんはものすごくまっすぐなんだね、暴露してくれてありがとう、そのまままっすぐ進め、などの賛の意見もあるけど、一方それに対して、お前は自分の立場分かってないみたいだな、ブレイキングダウンはビジネスなんだよ、お前はその界隈に入った以上みんなと一緒に作品を作っていかなくてはならない、それが大人の世界ってもんだ、自分だけ勝手に暴露かまして好感度を上げてんじゃねえ、というように賛否両論で、彼のチャンネルでのこの暴露動画は約100万再生。これに対してボスの朝倉未来は自身のインスタライブにて、伊原くんは虚言癖あるからとか、生き抜くためにずる賢い面もあるけど、勝手に暴露とかして場を乱すようなことをされるようならもう彼はいらないなど、しかしボスミクルの意見に対して、運営はどうしても伊原くんを本番で使いたいと言ってるみたいなのよ。やっぱ今回のある意味台風の目でもあるし、数字が取れること間違いないってのもあるのか、思いっきりこき下ろす編集をして金輪際潰し干すために一度引きずり出すのか、どちらにせよ私の意見は、みんなほとんどの人がやらせ茶番ありきで見てるんだし、何を今更ってとこもあり、本戦のバトルさえやらしなしならそれでよし、バチバチな戦いをお送りしてくれればノープロブレムよ。伊原くんもまだ若いから、大人の世界や計算してることがまだ理解しがたいのかもしれないけど、ただそこまでかき乱すなら、たとえ干されたとしても後悔なんかしたらかっこ悪いわよ。スパッと今の状況を断ち切れるなら別にいいんじゃない。言ってもただの素人なんだから、人気は止まりフェードアウトしていくことになるとは思うけどね。ブレイキングダウンがあったからあんたはここまで朝倉未来界隈では有名になれたということは忘れてはダメよ。そんなブレイキングダウンは朝倉未来曰く海外進出も考えてるとのことで、なんと今回ごぼうの塔つながりなのか、あの K-1 のレジェンドピーター・アーツまで出
場するとか、さらにはアベマ TV には芸人たちによるパロディーまで作られていたり、ますます目が離せないコンテンツね。これらを発案したボスの朝倉未来、彼はそういうところが天才的なのよ。だから9月のメイウェザー戦滑らないでね。ということで、私もブレイキングダウン出たいとこだけど、首のヘルニアなので顔ワンパンであの世行きなんてね。